お城の中に住む。ベリーヌは翻訳の仕事を進めました。息子さんが結婚されて随分経っているので調べが難しくなりました。結婚に立ち会ったルクレール神父も亡くなりました。ただたくさんの人々に聞き合わせて、妻となられた女性が豊かな才能を持ち、穏やかで心優しい娘だったことが分かりました。ペリーヌはここの文章をできるだけ正しく翻訳するのに懸命になりました。今インドの上流家庭の女性は高い教育を受けています。息子さんの奥様もそうでした。クリスチャンでしたからヨーロッパ人と付き合うことが多く、それでエドモン様と愛し合うようになったのです。奥様の父上のドルサニーさんはモスリン工場を持ち、エドモン様もそこを手伝っておられましたが、工場が潰れドルサニー夫妻は亡くなりました。そこでエドモン様は奥様と 2,3 歳のお嬢様と一緒にダッカーを絶たれ、二度と戻ってこられませんでした。でもエドモン様と手紙のやり取りをしていた友達や親戚のものを少しは知っています。翻訳を終えるとペリーヌは大急ぎで社長室へ行きました。ペリーヌが手紙を読み上げると社長さんが言いました。名前も日付もはっきりしておらん、曖昧な手紙だ。息子と手紙をやり取りしていた人々の名前を教えてほしいと電報を打ってくれたまえ。電報を持ってペリーヌが外に出ると、痩せ男がまるで見張るように立っていて電報を取り上げましたが、なんだまた英語かと怒ったように突き戻しました。社長さんとペリーヌの二人で工場巡りに出た時、社長さんが聞きました。さっき君の部屋のドアが開いたようだったが、誰か来たのかね。ペリーヌは正直にテオドールと痩せ男がやってきたことを話しました。すると社長さんが言いました。それはわしの用心が足りなかったからだ。これからは君は社長室で仕事をしなさい。それにフランソワーズの下宿も危ない。今晩からわしのお城に住むことにしよう。わしのそばなら安心だからな。ペリーヌは胸がいっぱいでもう何も言えません。わしが君を信頼しているのは君に勇気があるからこそなのだ。彼らにきっぱり断ったことからもそれがわかる。もう君も知っとるだろうが、わしの一人息子が行方知れずなのだ。あれとわしの間に心の行き違いがあった。しかも息子は勝手にインド人と結婚しおった。わしの病気も知っとるはずなのに帰ってこなかった。その女に邪魔されたのだろう。でも手紙にはとても素晴らしい女性だって書いてありましたわ。とペリーヌが口を挟みました。それが本当かどうか分かりはしない。エドモンがもし死んでいたら、工場や莫大な財産を誰に譲ったらいいのだ。息子が死んだって？まさかそんなことはない。でも息子が戻ってこない方がいいと思っている連中もおるのだよ。ペリーヌは体が震えてどう答えたらいいか分かりません。でも私は社長さんの味方ですわ。ペリーヌはやっとの思いで言いました。その晩ペリーヌはお城に泊まりました。なんて素晴らしいお城でしょう。広い庭には花が咲き乱れ、芝生はきれいに刈られています。ペリーヌの部屋は壁一面に蝶の絵のある美しいものでした。ペリーヌは窓からマロクールの家々を眺めながら考えました。これがママの言っていた幸せの始まりなのかしら。社長さんが私のことを本当に受け入れてくれるかしら。
夕食の後、社長さんが言いました。君はもう寝なさい。今日はいろいろなことがあってくたびれたろう。いいえ、何か私にできることはありませんか。本でもお読みしましょうか。そうか、それでは向こうの書斎へ行こう。書斎にかかっている絵を見て、ペリーヌははっと胸をつかれました。何をびっくりしているのかね。あそこの壁の絵を見てるんです。そこには狩猟服の青年が描かれていました。あれは息子のエドモンの若い頃さ。社長さんの息子さんですって。ああ。ペリーヌは思わず涙声で言いました。どうしたんだね。ああ、かわいそうに。君も亡くなったパパのことを考えておるのだね。